ちゃんとできるようになってますから。これはできるようになってます。ちょっと渡して。どうぞどうぞ。じゃあこちらでやり方分かってますね。やり方分かってます。どうぞどうぞ。押すなよ。押さない押さないから。どうぞどうぞ。押すなよ。押さないから。絶対押すなよ。早く帰りなさいよ。おもろい。お。よちゃんおもろい。おもろい。大丈夫か。ああ、ギャラクシー、あっ、ギャラクシー、大丈夫か。上がれ、上がれ、大丈夫か。はい、上がれ。ビーン、ビーン、ビーン。はい。わからない。ドキドキしながらゴーグルを着用していただきましょう。はいはい、お願いいたします。あ、なんか映像が出てますよ。はい。では、スタンバイをこれからしますので、お待ちください。お。あ、揺れてる。何入り口だ。あ、横、あ、すごい。はい、ただいま後方のモニターにお三方が見えているもの、映像が自分で、おお、ちゃんと映像と同じ向きになってる。え、うわ、ちょっと怖いね、これ。あ、横にお姉ちゃんがいる。これちょっとリーダーの感じ、女の子がいる。おおおお、あ、これ曲がる、左に曲がる。おおおお、あ、ちょっと怖い。どうなってるんだ。うわうわうわ、上がってる上がってる。うわうわうわ、ちょっと待って。おおお、うわ、まだまだもうちょっと。おおおお、もう触れそうだ。すげえ。どうした。え、うわすげえ。俺の横に女の子が見えない。大島さん大丈夫ですか。ここからが見どころです。この、お、上がってた上がってた。ボスだボスだ。怖い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 。ダメかもしんない。ダメかもしんない。うわしかも自分で自分で。上島さん大丈夫ですか。限界限界みたいですね。すごいこれ技術。うわうわ、もう一回行くよ、もう一回行くよ、もう一回行くよ、もう一回、もう一回、もう何。ああ上島さんがあまりにもですね怖がっていらっしゃるので一回ここで止めましたが。どうしたゆうちゃん。ああ、もうダメだ。上島君はね、こういう絶叫マシンとか本当苦手なんですよ。なるほど。でも映像だから大丈夫だときっと思って思って映像だから大丈夫だと思ってても、やっぱりこれがすごいから。これみんな、俺らは変な感じで言ったけど、マジで本当に乗ってるのと同じです。ほとんどこれは風がないとか、はい、そのぐらいの感じで、はい、あとは体験するとほとんど同じだよね、うん、まあまあ、これ今回このようにシートを作ってもらったんですけど、はい、でもやっぱりどこ向いてもちゃんと見れる360度。360度、逆にかぶっちゃったら逃げ道ないから本当に体験してると一緒ですか、うん、そうなんですよ、ね、シートも動くので本当にリアルで、ね、上島さんハーハーおっしゃってます。非常に楽しかったです。楽しかったですよかったです。楽しそうな顔も顔してるけど、いやいや楽しかった。これぐらいスリルが味わえるということです。乗る前から5歳ぐらい年取った感じ。もう大丈夫か。ちょっとお前カツラ忘れてる。バラすじゃないよ。否定しろよ。いや、すごい。そして今皆さん持ってらっしゃるゴーグルの中に、はい、実はさっきご紹介していたギャラクシーの S7H が入っているっていうことなんですよ。ほら、ただのゴーグルではなくてこの中に搭載されていて、このそうなんです、端末が映し出す映像で皆様に楽しんでいただいていたということで、これ
ちょっとつまんないですね。そうなんですよ。ですからさっきもね、堤さんおっしゃってましたけれども、常識を本当にスマホの超える数々のね、機能だと思います。機能をあれすんのってやっぱりすごいね。俺はもうギャグとかもっとスキルアップしないとダメだね。